それじゃあ、もう行く？ああ。クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはその辺りの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。追いかけよ。いらっしゃい、チョコボかい。そのチョコボ。ああ、俺たちも暇じゃ。なんだ、何騒いでやがる。なん、なんだ、見ねえか。そのチョコボ車に乗ってた子。ん、もちろん、助け。その子がタイプなんだ。ん、兄ちゃんも好きだね。どの子だ。特徴？店を切り盛りしている。クラウド、それ今関係ない。もしかしてティファちゃんか。そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あ、どういうことだ。あの子はとコルネオさんの屋敷に。オーディションって？コルネオさんが嫁を。ティファちゃんはコルネオさん長年代理人をやだから。ドン・コルネオの居場所をし。おい、なんだ、起こすなら勝手にやってくれ。ああ、行っちゃった。とにかく、街の中探してみよう。